この事業は、牛乳由来の複数のアミノ酸がつながったペプチドという成分を含む食品を摂取することで、運動後の疲労感が軽減されるかどうかを検証するものです。山口ヘルスラボと森永乳業が進めています。今年9月に最終的に選ばれた30人のモニターの男性が調査用の飲料を飲んで、 エアロバイクで運動するという調査を行う予定です参加にあたっては県内在住の18歳以上65歳未満の男性過去1年以内に健康診断を受けて再検査の必要がなかった人などの条件があります応募はホームページからで今月25日までとなっています